王宮にやってきた彼は経済アドバイザーを名乗る男でした。当時パルテビアとの貿易が滞り、経済状況が下降の一途をたどっていた我が国は他国の財政立て直しの実績があるという彼の提案に乗ることにしたのです。なんだこの紙切れは。紙切れではございません、ファンでございます。ファン？皇帝国が価値を保証したお金でございます。とにかく次の貿易で使ってごらんなさい。確かにその紙切れは様々な高価な金品、工芸品、調度品、特産物に変わりました。ファンは銀行屋がいくらでも貸してくれました。しかし気がつけばバルバット経済はファンに完全に依存するようになったのです。しかしそこにあった落とし穴に私たちは気づきませんでした。ファンを借りるには利子がかかります。しかしその価値は細かく変動するのです。昨日まで1ファンで買えていたものが突然2ファンになる。その度に我が国は大きな損害を受けました。銀貨には銀そのものの価値がある。だが紙幣は違う。そもそもただの紙切れ。それを作った国が価値を保証しているに過ぎない。それに国の経済基準を載せるなんて。我が国の借入金は膨大な額に膨れ上がっていました。借金を返すために借金を重ね、ですがもう銀行屋もただでは貸してくれません。海洋権、国土の利権、通商権など様々なものが担保として差し押さえられました。そんな。その陰で国民たちは苦しんでいました。上がり続ける税金に不足する物資、怨嗟の声をことするように王はスラムを封鎖し、そこに住む民を切り捨てました。しかし政治を担当する王族や貴族には危機感はなかった。自分たちの生活は潤っていましたからね。ファンを、もっとファンを貸してもらえないと困る。ですがもうこの国は担保に入れられる資産が何も残っておりませんぞ。なんだ、まだあんなにあるではないか。国王様、それはどこに。ほれ。え、は、次の担保は国民である。この国にはまだ世の国民がこんなに余っているではないか。次は国民の人権を担保に入れるのだ。